はい、今回は何が入っているかわからない、いいものが出るかもしれないし出ないかもしれないガシャポンを5回やってきたので開封していきます。さあ、1つ目はこちらです。じゃじゃん、謎の缶バッジ、黒子のバスケカプセル缶バッジコレクション。対象年齢15歳以上。黒子のバスケはね、見てないので残念。ガシャポンの売れ残りを入れてんのかな。2個目、こちら、うりゃ、ロペのアイスモナカ、裏にはアキラ先輩焼き印入り。アキラ先輩ロペですね。これは可愛いので使えそうです。キーホルダーにしましょう。3個目、ふえっ、あ、違うタイプだ。3個目、なんだろうこれ。プリキュア、プリキュア、カワルンルン変身チャーム、ハピネスチャージプリキュア。出たのは7番のキュアハニー、引くって書いてありますね。引いてみましょう。キラッキラのキュアハニー、ここの紐を引くと開く。あ、書いてある中身を。ココナッツサンバ、ココナッツサンバ、キュアハニーからのココナッツサンバ。そしてもう一個同じの、まさかの全く一緒のキュアハニー、いとこの子供にあげたいと思います。そして最後、唯一の妖怪メダル、これが当たりなのか当たりじゃないのかわからないけれど、犬神氷結地獄妖怪メダル第5章ですね。前回ちょろっと回してきたやつで持っていない犬神ゲット。それでは、何が入っているかわからない、いいものが出るかもしれないし出ないかもしれないガシャポンを終わりたいと思います。もう二度とやらないと思います。それでは皆さん、見てくれてありがとうございました。チャンネル登録お願いします。さようなら。はい、今回は何が入っているかわからない、いいものが出るかもしれないし出ない。